はい、こちら、カイモンドです。リアル越しにプチカマス。はい、ということですね、今日も SSR セルディフェンスの時間がやってまいりました。こちら、SSR セルディフェンス代表、カイモンドです。全推進流空手道県政会館館長でもあります。武道と護身術双方の観点から見ることができます。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今日も護身ラジオですね。皆さんね、楽しみにしていらっしゃる方もいると思いますが、ね、頑張ります。お願いします。各種、ご診察講座、そして、ね、総合診察講座オンラインね、こちら、そして、ご診察の、まあ、商品のもございます。ね、ね、まあ、こちらもですね、私何度も言ってますので、ね、またこれちょっと繰り返しになるんですけど、総合診察講座オンラインは、まあ、通常通り、ね、ですが、スターズさん、それからベースさんのね、一旦停止ということで、まず行っております。そしてですね、こちらはですね、これからですね、ドネーション、寄付というような形で、行っていこうと思います。そしてですね、ベースをですね、ちょっとオーストラリアの方に移してますので、ペイパルですね、ペイパルアカウントをね、皆さんゲットしていただいて、ペイパルで送金の方ということになります。そして、ドネーションですね、こちらの形を取りたいと思います。ですので、まずはですね、推進アンダーバールはユアトマギャフットとシオトと JP まで、メールでよろしくお願いします。まずは連絡をしていただきたいと思います。ね、そしてですね、こちらの商品がいい、あれは商品がいいということをまず言っていただいて、そしてまあ金額等に関しましてもですね、まあドネーションですか。ね、まあ、これも、まあ皆さんに一任されるということも、一任するということももちろんあるかもしれないですけども、まあ、こちらもですね、まあいろいろとお話しして、それでまあ決めていただくというような形になりますので、ね。いやー、今までね、ちょっとさすがに購入するの難しかったですとか、まあいろんな方も見えると思うんですけど、こちらもですね、まずはですね、私の相談をしていただきたいと思います。お願いします。そしてオンライン講習ですね、こちらもあります。ね、オンライン講習のチケットですね、1時間、2時間。ね、それから、スペシャル T シャツ。ね、そしてオーダーメイドの商品ですね。こちらの方も、私まあできますので、こちらの方もですね、合わせて、お話をしたいと思います。お願いいたします。まずは概要欄見ていただいて、それからですね、お願いいたします。お願いします。はい、ということですね。まあ今日のトピックなんですが、まあこれがね、ツイッターでね、出てきたんですよ。うん。なのでちょっとこれをですね、まずね、まず見ていきたいと思うんですけど。突然のメッセージ失礼いたします。ね。どんぐり公園で犬にスプレーをする方ですが、本日も6時頃いたそうです。すごく小さなおばあさんで、いつも派手なシャツらしく、一目見ただけでどの人かわかるくらい特徴的な方みたいですという。犬にスプレーをする。お早朝ですし、無理なお願いですが、母が毎日愛犬を散歩させているので、どうにかしてほしいです。とかね。あ、こんなのがありました。で、有名なのかな、おばさん。つって。有名だと思います。犬飼いの人たちは大体知ってるかと。毎日ウォーキングしてるから、ここで張ってたら必ず会えるかと。下田歌劇の女性版のような容姿らしいです。と区役所の人たちが何度も行政指導をしてるみたいですが、聞かないという。うん。で、ですね、家の前が薬剤で真っ白になってるから行けばすぐわかるらしいです。匂いもすごいらしいです。あ、匂いもするらしいです。うん。ということですね。まあ、こうなのがあってですね、ですね、これは愛護法として許されざる行為です。ってですね。で、このようにして左手に、これスプレーかな持ってますね。女性ですよね、これね。時間は早朝6時ぐらい、どんぐり公園一周、プラチナ通り、エリカ方面ランニングしてますという。で、過去歴では、殺素剤ですかね、これは。うん。のようなものを袋に入れており、はい、背後から犬をめがけて振りかけられましたと。
これ袋なのかな？あ、でも左手、あ、スプレーだな。現在は左手にスプレーを持っていて、背後から犬めがけて、スプレーをかけてくると。スプレーされた飼い主さん曰く、酢酸のような匂いがしたという。あー、ちょっとね、そういう系なんですね。うん。っていうことですね。まあ、こんな事件っていうのかな。まあ、こんなことがあったんですよ。まあ、犬、というかね、まあ、ペットも飼ってらっしゃる方はね、やっぱり、まあ、こういうの気になるでしょうね。まあ、当然ですけど、動物愛護法違反っていうのかな。何かもし犬に当たる時は器物損壊とかね、もちろんあるでしょうけど。だから、この殺素剤のようなものをかけたり、もしくはスプレーで、かけてく。まあ、それもちょっと酸っぱいような感じのやつをかけてくっていうね。まあ、こんなようなことですけど、まあ、ちょっと変わった行動される方ってね、やっぱり世の中いますので、皆さん気をつけた方がいいですよね。これもちろんね、犬だけじゃなくて人間に何かしたりとかいう、ちょっと通り魔的なことをする人も出てきますからね、こういうのは。うん。なので皆さん、ね、気をつけていただきたいと思います。ここのとこはね、どんな人間が何をしてくるかわからない、うん。もちろんこれだったら、例えば、サイレスプレーに持ち替えて、かけてくることも当然あり得ますよ。当たり前ですけど。うん。なので、まずはですね、サイレスプレーの知識ですかね。これもまず持っていただきたいかなと思います。これだったらスプレー系ですよね。スプレー系とか、ちょっとしたこう粉みたいなものですかね。殺素剤とかってね、まあ、これ、例えばこれスプレーの方もそうですけど、何の成分入ってるかわかんないですけどね、スプレーの方は。やっぱりですね、体にすごい害があるんですよ。かけられても大丈夫かもしれない。かけられてもサイレンスプレーみたいに、そこでは効かないかもしれない。ポリスマグナムみたいにね、そこでは効かないかもしれない。なので、大丈夫かなと思うかもしれないですけど、体にすごい害なので、下手したら。うん。後々ね、亡くなることもあるかもしれないでしょ。これ危ないですよ。だから、やっぱり、こう走ってる人がいたら距離を取るってこと。もちろん事前警戒するってのは大事ですけどね。で、接近してこないとそもそもかけたりとかできないので、で、まあ、例えばスプレーにしたって、まあ、先生言ったら4メートルとかぐらいなのでね、絶対的な、距離っていうのが。まあ、粉でもそうですよ。粉とかだともっともっと短くなるんでね、私もこれ実験してるからわかるんですけど、まあ、概要欄に入れます。私が ペッパーですかね。ペッパー、胡椒でね、私が実験してるやつがあるんで、それをちょっと見ていただいたらわかると思うんですけど、ああいったもう粉状のものって飛ばないんですね、あんまり。なので、そう考えると、距離のことをちゃんと考えてれば、警戒をしてね、察知をして。で、離脱さえすれば、大丈夫なんですよ、基本は。で、どうしても近い時とかっていうのは、やっぱりその防護盾のようなものを使用するってことは非常に重要ですよね。うん。例えばバッグを持ってるってことは非常に重要。だからバッグで防護盾にする。で、こういった粉だとか、まあこれもちろんサイレスプレーとかもそうですし、こういったものもそうなんですけど、とにかく向こうがかけてくるものすべてをガードする。で、かつ、ガードしつつ離脱をするってことを覚えておいてください。これ非常に重要ですね。そして、それだけじゃなくて、例えば、服持ってるとか、タオル持ってるとか、そういうものでガードするのもいいです。でどうしてもダメな時だけは手で出してください。いいですか？手を出してガードするってことは大事かもしれない。だけど、手で出すっていうのは、例えば、硫酸をかけられたりすることもあるわけでしょ？そうすると手とかもいっちゃうわけですよね。だから、ここのところはなるべく避けていただきたいんだけど、どうしてもっていうんだったら、顔にかかるよりは手とかの方がいいかもしれないですね。これは。それぐらいの至近距離まで相手を迎え入れちゃったらってことですよね。至近距離まで入れちゃった時は問題ですよね。大問題ですよね。だからまずは相手と距離を取るためにちゃんと事前警戒をして、間合いを取ることを覚えておいてください。はい。特にやっぱり、ナイフとかと違って、中距離ぐらいから結構な距離から飛んでくるので、これはね。皆さん気をつけていただきたいと思いますね。うん。まあ、この方だったら有名な方だから、まあ、見たらわかるような感じかな。すごく目立つ格好してるから、ああ、来たなっていうのはわかると思うんですけど、まあ、その時は、例えば、ね、ペットを連れてると、いう時でも、もしくは子供さん連れてる子供さんにね、かけるということも、まあいろいろね、まあこの人はどうかわかんないけど、他の事件とかでもかけるかもしれないですよね。あり得るじゃないですか。まあありましたもんね。蹴っ飛ばしたとか、なんかかけたとか、まあいろいろあったでしょ、子供さんに。だそういったこともあり得るから、まあ刺した件もあったけど、ね、公開しましたね、動画ね。なのでそういうことを考えた時に、やっぱり距離を取る子供さんをなるべく自分の後ろへ持ってきて、自分で防護盾でガードするとかね。服を持ってたら服を広げるとか。いうことで、防護盾を即時に作ってガードするってことが重要です。で、その前の、ただし、やっぱり危機管理、察知、警戒。これができてないと、防護盾はもちろん大事なんだけど、まずは自分の場合に入れさせないってことが重要だと思います。はい。まあそこですよね。まあこれだと行政指導を何とかしてるけど、何回でもやってくるってことなので、これはやっぱりね、わかんないですよね。どうなるか。
なんでかって言ったら女性だから安全だとかいうことないですよ。女性だから攻撃能力が低いとかそういうこともないですよ。女性でも何らかの凶器を持ってたら危険なので、気をつけていただきたいと思います。はい、まあわかんないですけどね。このから、本当にこの方がどうなのか運動はわからないから、今はツイッター上のことだけで言ってるだけなので、まあ、こんな感じで全体的にモザイクはかけさせていただいたんですけど、まあ、これは別に確定じゃないですもんね。うん。なので、まあ、こういったような情報があったってことだから、まあ、あり得るでしょうね、これからね。ペットが被害にあったりだとか、子供さん被害になったりとか、まあ、ご自身が被害になったりってこともあり得るので、皆さんですね、やっぱりですね、気をつけていただきたいと思います。今度は散歩してる時でも、ね、感じが見た感じだと、ちょっと平和ボケしちゃうような感じですよね。ね、太陽光が差して気持ちいいね、みたいな感じの時だと、ああ、安全なんだと思っちゃう人いるんですけど、明るいから安全じゃないかと。こんなね、のどかな風景ないよね、みたいな感じで、気持ちが緩んじゃう人いるんですけど、こういう時でも事件起こりやすいので、皆さん、気を緩めないで、気をつけていただきたいと思います。はい、それではですね、これで終了いたします。皆様ありがとうございました。終わります。リアルご審査、ぶちかます。